第13期以上領化入れ替え戦実況の小笠原奈緒です。そして解説は引き続き第6期7期以上領化を獲得大谷由美が務めます。大谷プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあいよいよ最終戦となりました、はい、見てまいりましょう、はい、第13期以上領化入れ替え戦最終4回戦東杯の開始です。立ち合い人近藤慎太郎の合図によって4回戦開始されました。4回戦はちいちゃから大久保、なんちゃに小島、シャーちゃんにトントン、ベイちゃんに黒沢の並び。現状ポイントが出ていますね。3回戦を終えての成績、はい、さあどうでしょうか大谷プロ。そうですね、3回戦の途中、はい、その黒沢さんがメンチン、はいはい、上がるまではかなり接戦だったんですけど、うんうん、あのメンチン上がったことによって結構ポイント差としてはつきましたね。抜けましたか、はい。でも大久保がねもう2着2位までね、そうですね、追い上げましたね。あの本一が素晴らしかったですね、うん、そんな大久保の親番ドラパーマンです。お、なかなか、あれちょっとスイッチャーさんちょっとあんまり上手じゃないですか今日。さっきも急にポイントできてそう、なんかえみたいなノーマーク爆配当見てたのみたいなそうそうそうドラ1枚の小島です。イーソが縦に来ました。さあここは考えてのトン切りとしました。トンを合わせる形、はい、まあ、大久保さん、小島さん、トントンさんは3人とも黒沢さんと、はい、まあ、40から50ポイントぐらいの差があるの で、ね、はい、まあ、とりあえず黒沢さんを沈めるところから始めないとかなっていうのはありますよね。おうおうおう、まずトップも取りつつ黒沢さんを沈めるっていうのが結構大事になってくるかなと思います、うんうん、こう1人が置いて3人がちょっと同じぐらいのポイントじゃないですか、はい、そういう時の方がやりやすいんですか、追いかける立場としては。そうですね、まあ、3人のやりたいことが合致するっていう意味ではやりやすいかもしれないですね、はいはい、黒沢さんを浮かせてはならないと、はいはい、なりますよね、はい、なるんですが、まあ、それが必ずしもうまくいくとはなかなか限らなくて難しいところなんですけどね、はいはい、さあどうでしょうか。最終4回戦トン一局となっています。二面つかんせいトントンシャーチャでナンガトイツです。黒沢はローソーを持ってきました。ピンズでは一面つかんせい何切りとします。白は手の内に残す。大久保はリャンシャンテン、ウーピンが縦に、これでトントンがイーシャンテンとなっています。席順は特にないですよね。この最終4回戦だから並びがどうとかはあるんでしょうか。 ありました。あるっぽいですね、決勝と同じですね、はい、大変失礼しました、はい、じゃあ最終4回戦を、はい、トップで迎えた方がやっぱり得っていうことですね、はい、連盟スタイル、黒沢が、はい、連盟の決勝形式と、はい、1位なのでペイちゃん、はい、ベンチ入りを引き入れたトントン、9ピン切りの方が良かったかな、はい、と思いますけど、くっつきのいいシャンテンですね、はい、あの差し子の3色があったので、うん、9ピン切りの方が良かったですかね。1通だけに焦点絞っちゃいましたね。こちらも手ですね、はい、それ振り点でもないと、はい、先に切りたかったっていう嘘なんですかね、うん、さあここで大久保からのリーチです。サブローマンドラを切ってのリーチとなりました。親からのリーチが入ってどうするか。サブローマ待ち、あ、これは天敗ですね。これも南流派のシャンポン待ち、はい、闇天です。流派だと出上がり可能、そうですね、難が1枚切れなので、はい、難はまあそんなに期待できないっていうことですかね、まあ、それにあと大久保さんのリーチなんでそんなに強く押し返さないっていうことですか、はい、どこかで降りるタイミングがあると、はい、これはここで難となりました。また復活の兆しもあるか、はい、泥引き入れたのは黒沢、おお、小島がこれでイーシャンテン、純ちゃんのイーシャンテンです、はい、これなら押し返す価値ありますね、はい、黒沢さんは打たないでしょう。トンは安全牌、はい、積もりました。大久保の積も上がり、リーチ積も1000オールです。
そこは大久保まずがまずはババまずはつま上がり、はい、同一局の一本場となります。大久保と黒沢の差は 37.2 ポイント、はい、まあ、大体トッププラスで16ポイント変わるので、はい、ポイント、まあ、プラス満貫分ぐらい差があれ ば、あればもうまくっていると、はい、一面つ完成です。んいいんじゃないですか。小島いい、ね、ドラはないですが早そうと、はい、まあ、あのトンバはそんなに多分、うん、黒沢さんだけを意識した戦いになるわけではないと思うんですね、はい、ナンバーはやっぱり条件がやっぱり出てくるので、はい、あの自分がトップになるためと黒沢さんをなるべく落とすための打ち方をしてくると思うんですが、はい、まあ、トンバはある程度自由にみんな打つんじゃないかなと思います。黒沢からリーチが来た時とかも難しいですよ ね、 そうですね。ここが勝負どこって思うか、うん、上がらせたくないと思うか、そうですね、そこがチャンス、あのリーチをかけてるってことは、うん、その瞬間は無防備になるの で、 そうです、ね、チャンスでもあり、まあ、相手に上がらせたら決め手にもなっちゃう可能性があるんで、はい、難しいですよね、はい、判断がね、どっちが正しいかはちょっと本当にやってみないとわからないですからね、うん、ローソーです。イーシャンテン、二三四の三色イーシャンテンとなっています。小島です。黒沢さん役が欲しいのでできることなら本一にしたいって感じですよね、はい、あんまりやっぱりリーチを打つとさっき言ったみたいに無防備になってしまうのでなってしまいます。打ちたくないと、できれば役割にできれば役割にしたいとなると、まあ、パワーかルーワンか、あ、初でしたね。あのペイがあんこなのでペイチャーですね。ペイチャーなので、はい、失礼しました。失礼しました。役割ですね。何ですよ。大谷プロでしたら黒沢プロ、この最終戦を迎えて結構優位だなとは思うんですか。チーマ引き入れたりハングピン、いや、もう相当優位だと思うので、う、あのあとは曲回しプラス補充に気をつけると、はい、いいかなぐらいな感じで、はい、相当優位だと思っては戦うんですが、やっぱりみんながむしゃらにやってくるので怖いですよ ね、 すよね。リャンピのテンパイです。黒沢ペイドライチ、これで崩しますか。小島、うん、小島さん、イーソーを打ちますか。ですか、打たない、イーソー打ちますか。崩しましたね。これで2差しか、はい、メンタンピン、ドラ引きなどのメンタンピンとかでリーチを打ちたいですよね、はい、EP はフリテンです、まあ、はい、フリどんどん上がりとなりました。ウッパソビーフドライチ、2000は2300、黒沢からの上がりとなりました。うん、そうですね、まずは黒沢さんをラスにするというミッションが一つ達成できましたね、はいはい、一歩前進。これドン2局、小島の親番です。はい、はい、ドラがシャー何なんですかね。何なんですかね。小島どうか。一面ツア完成。うん、あ、今のは玉なんですかと闇手に構えたトントンですね。そうですね、あのパーソーが2枚切れちゃってて、うん、はい、まあ、ローソーとの手代わりで3000の癖まであったので、うん、闇手に受けて、うん、まあ、打点もまああれだと3900手上がりだとリーチ打ってもっていうところがあったんじゃないかなと思います、はい、最後の打点を目指しての闇点かなと、はい、思いますね。ありがとうございます、はい、3と1トントン。さあ黒沢は仕掛けを入れました。ペン3番のチーからドラドラなんですね。しかもシャーチャーちゃんたもあります。ちゃんたがあると、いろいろ保険がかかっています。でも結構珍しい仕掛けではありますよね、はい、やっぱり最終戦ならではの仕掛けって感じですよね。やはり黒沢さん仕掛けを入れるイメージがないですから ね、 ね。トントンの立場に立ったらどうなんですか。絞ろうかなという感じですか、今の手配であると。うーん、そうですね、トントンさんは、はい、手配的にはちょっと戦いそうにないので。そうですね、ピンズに寄せられれば、まあ、本一になれば、はい、どうですか。
これで、あ、ナンはいける。ナンは2枚入れです。統一になったら行こうかなぐらいな感じになりますかね、バランスとしては。ここはトン現物です。黒沢の現物。189小島が親番。そうですね、小島さんはただあんまり絞ってる余裕はないので、はい、厄介とかももう切り出して。そうですね、切りづらいですけどしょうがないですかね、はい、わー、カンパーピン GC でイソハンコにしてカンパーピンのテンパイ。パーピンは山4山4 山4です。いやでも黒沢さんやっぱり好判断ですよね、はい、あの仕掛けって言ったのも、はい、最終戦ならではの仕掛けではありますが、はい、ちゃんたドラドラ、うん、テンパネです。5200のテンパ売れているのが黒沢。5200の上がりは大きいですね、はい、まだ山に4枚残っています。どうだ、数層は違う。しかもパーピンってちょっと止まりにくい牌ですね。止まりづらい。誰が使えるかな。トントンはまだ使えますか、まあ、手役狙いなのは黒沢さんの川から分かると思うんですが、はい、まあ、最終手出し3層でまあちゃんた系かな、うんうんうん、もしくはまあ役牌もあるかもしれないけど、そうですね、結構見えてないですもんね、役牌が。そうですね、まあ、ドランコもありますもんね、シャーチャだから。怖いですね、もう何にせよ。あー強いわ強い。黒沢のつま上がり、ちゃんたドラドラ、1300-2600のつま上がり黒沢です。これは大きい。はい、3万地域からの地震でイソアンコにしてのカンパーピンつま上がり、山4ですから。はい、もう黒沢さんの強さがすごい。無理これ。もうなんかこうバランスがもう素晴らしいですよね、はい、崩れてくれないですね。ねえ、どうしよう。やっぱり今日の黒沢さんのこの意気込みもすごいじゃないですか。はい、はい、もう一度もう一度、はい、お知らせしましょう、はい、キャリアは一番長いですが、はい、謙虚な気持ちで麻雀に向き合いたいと思います。いや、なんか素晴らしいじゃないですか、うん、ちょっとうるっとくる、はい、うるっとくるねえ、なんかに、ね、いやでも今そういう感じがこう伝わってくる麻雀というか、うん、はい、ただまだ勝負は分かんないですね、はい、全然分かりません。現在はトントンの親番中、またシャが統一ですが、現在はなんちゃトンを切っていきました。うん、そうですね、本一もまたちょっと見たいけど、うん、一通とかもあるかなみたいな、いろいろ可能性はまだありますね。はい、まあ、やっぱり手役はつけたいですよね、はい、あんまりリーチを打って無防備になるのはしたくないかなと思いますね、うん、お、いいですね、はい、感想引き入れます。お、中が重なったトントン、これは嬉しいか。そうですね、トントンさんもやっぱり親番はもうみんな全員が維持したいところですからね。厄介、ね、重なりは、わ、これはいい積もふふふ、3品高くするためにはくっつき、ウーマン切り、ウーマン切りとなりました。2差しか、イーペーコーか、はい、ドラ引きとかいろいろありますね、はい、夢がある。嬉しいシャンテンですね。めちゃくちゃ今いい積もでしたね、はい、3層引けるのが一番嬉しいのかな。3層嬉しいですね。嬉しいですね、うん、どうでしょうか小島。今トンで考えたのは3ピンが自分の目からもう3枚見えちゃったので、はい、あの想像のくっつきだけにしようかっていうことをちょっと悩んで考えましたね。こちらですね、はい、急ぎり、これはどうだ。いいシャンテン、これは9万とか切りますか。ほぐしていきますか。一旦9万切りとなります。チーマン引いたら酸素勝負もありっていう感じですかね、はい、これが自家製のなんなんとかだったらドラ切りもあるんですか。パーマンか。そうですね、うん、はい、うん、どうだろう、パーマンになりそうですね、それは、はい、ポンテンの両面テンパイも取れる形と、はい、
トラはやっぱりちょっとまだ早いかなと形的には思いますね。大久保はこの形になっています。いいシャンテンとなったのは小島。現在三者がいいシャンテン、テンパイです。タンヤオパーソーとチーマンのシャンポン待ちは大久保闇天、まあ、あんまり嬉しくないテンパイですよね。はい、あんないい形だったのに、うーんうーんって感じですね。はい、そして黒沢がこれ先にって感じですよね。ちょっと着方が違いますよ。はい、ゆかりテンパイだから、はい、取っちゃいます。一応テンパイ取ったって感じですね。あ、これはでもロンパイだ。わっ、スーマン打った。イーマンが通ったから。あ、痛い。これ何、これ、これもう やめてやめてあげて。そんなことある？え、悲しいでしょ今の。かわいそうですねこれは。そうですね、まあ取んない選択肢もあったんですけどね。テンパイもう一回。そして小島の上がりピンフソロ9万。はい、悲しい。そうですね、先手の上がりです黒沢から。うーん、いや今の意地悪でしたねつもが。そうですね、ちょっと点数差が離れてるんで、うん、高めだけ見てパーソーも、はい、もう一回切っちゃうっていうのもありましたよね、うん、それにしてもね、それにしてもあんな分かりやすく、ね、そう来ないでって感じですよね。こっちにしとけよみたいな、はい、さあトン4曲です。黒沢の親番。ここは皆さん打点を作る感じなんですか？そういうわけでもない。うん、どうですかね、まあ難しいところですね、はい、まあ、連チャン大きくされるのも嫌なの です、ね、まだ3人とも親番があるので、普通にそうですね、うん、まあそれなりにって感じですか、はい。難入りとなりました。ドラが流派で大久保はドラが1枚、一面ツは完成。小島はまだメンツない。仕上げりです。地風の車を切り出していく。一面ツ完成トントン。黒沢が親番中ドラ。あ、いやもう普通に上がろうかな。そうっすね大久保さんの初はまだ相当出ないんで、はい、どうなるかですね、はい、これ黒沢さんが上がったら相当決まり手ですね。ツボが伸びるか黒沢先、ドラドラの手です。お、三統一、地統一でまたもや決めるか小島優。そうですね、まだ形が悪いので、はい、形の悪いところとりあえず払って様子見っていう感じですかね、はい、うん、自然に行きます。ここは決めるか、これチーソーとか切りますか。はい、チーソー切って両面固定、はい、チーソーが一枚切れなので、はい、順を重ねたのは小島です。大久保どうするか、ツーマンと入れ替える。お、これでメンツってもう一回見ますか。はい、お、大きくあんこの手にしたいと。縦にしたいね。白は2枚切れ。現在4回戦最終戦のトン4局となっています。現状黒沢がトップ目、その親番です。ドラドラの手、ピン差が高いですが残しましたね。はい、残していきます。ローソー切り、これでイーシャンテン大久保、ローピンを先に切っていく。ちゃんたけになればいいですけどね。これ統一の手が見えますか。どこ切りますか。パーマンでした、はい、自分で切ってるパーマン、うん、縦は見ません。ローピンつも切り、なんかいまいちですね。やだ、どうしましょうね困った。
あ、いいピン切るんですね。いいピン切りました。ちょっともう受けも入れつつって感じですか。ドラはもう切らない手で、はい、手広くっていう感じですかね、うん、立て立てときますが、つむぎり、イシャンテンの大久保、ドラが浮いています。お、染める。そうですね、大きくだけ上がりたいっていうことですか、はい、すごいな、立て。どうでしょうか、現在中盤の、no、 パーマを切ったらローマが来ました。867と並べていきます。緩和を引き入れたトントン、いいシャンテンとなりました。くっつき、いや、黒さんは実らないかもしれない。うん、そうですね、なんか実らなそうな雰囲気出てきましたね、はい、ここまで来るとちょっとドラも打たれないでしょうしね。そうですね、まあ、自分でドラ持ってくるかって感じですか。うん、流局を矢流れとかだとまあまあいいでしょうという感じなんでしょうか。うん、そうですね、持ってきちゃった、ごめんなさい、持ってきちゃった。ドラがこれだっていいシャンテンです。何でも泣ける、終わらせませんね、怖い。これね、決まっちゃうといやちょっとね、ねえ、ちょっとさすがにもう決まりかなっていうムードになっちゃいますね。いいピンが向こうになって、いや見て、スチーピン怖いよ。え、スチーピン、待って待って待って、あ、でもスチーピン結構薄いですね。チーピンが1枚、スーピンが2枚、あ、1枚ですね。11、いやでも積もるかも。多分トントンさん降りてますよね、出ないと思う。ここは、はい、積もるかも、積もるかも。何も切れない感じですか。切る範囲ないのか。トーンは、いやか、黒さんの現物なんかちょっと全体的に場面がなんか変なんか、はい、気持ち悪いですよね、はい、怪しいです、怪しい感じしますよね。ピンズ高すぎるし、ピンズ高いしなんか中ちゃんぱいが切られすぎてるし、はい、みたいな。で今大久保さんも降りたんで、はい、スチーピン出ないけどまだ1枚ずついる。うわ、ここに来た、あとチーピン1枚でも積もりそう。あ、怖い、ヤクアイドラさん、ヤミテンチュー、親番黒沢、どうなるの、残りでもあと1回ある、どうでしょう。あ、ありませんでした。これは開けますよね。開けると思います、はい、まだもう1回ある、もう1回あるわ、もう1回あるわ。これが上がったらもうかなりチーピンある、あ、ちょっと流局となりました、はい、黒沢自身でドラをあんこにしてのこの転敗、怖すぎる。スーチーピンの転敗です。転敗連チャンとなりました。ちょいちょいこっちに持ってくるカメラドン4局の一本場、黒沢の連チャン中となります。いや、他の3人は苦しいですね、はい、黒沢さんがね、まず浮きだともうほぼ苦しいので、はい、ちょっと沈めたいですね、はい、まずは沈んでくれないとってところですよね。どうでしょうか、今回は黒沢まだメンツありません。両メンターツが3組です。一通が少し見えるか、まあ、ただ形はなかなかいいですか、ね、はい、あ、ダブナンが、あ、ごめんなさい、ナンがトイツです、はい、一面使わせは小島、流派が統一、トントン、三層切って、そうですね、はい、ちょっとマンズの本質も見ているということでしょうか。あ、
でちょっと良くなりましたか、はい、馬の方から切っていきました、はい、みんなあんまりそんな戦いそうな感じじゃないんですよね。今日は4回戦終わったら多分選手を呼びしてインタビューしていくと思います。はい、前回は3人呼んでからの優勝者1人でしたかね、はい、藤井プロ呼んで3人でおしゃべりしましたかね。そうでしたかね、うん、ペギリコンパペギレルうほいいですね。はい、長田で行きましたが、ここはベンチャーもらいです。ドラガローピンです。ウーピンを残す。いつが見えたトントン、リャンシャンテン、ローマンが来て目いっぱい受けるんでしょうか。黒沢両方来ての目いっぱい、ジーマン来たよ、ね、いいシャンテン。どっちから嫌う。ドラガローピン、ドラガローピンだから、はい、残しましたね。ローピンが来ればイーマンリャンマン、うん、トンのポンを入れたのは大久保です。うん、しかもリャンピン切ってたんですね。本当ですね、リャンカのところ、うん、そうですね、なんかどっちかのペンちゃんかなと思ったんですけど、はい、ドラゴン絶対切らないわよということで、消化3ピンを引き入れるのは黒沢親番。リャンメンの固定ですか。チーマン切ればリャンメン固定。まだ3ピンウピンが弱い形です。そうですね、はい、両面固定していきます。トントンがこの形のいいシャンテン、お、ローピンか、わあ、怖いですね。怖いね。ダメだ、ゆっくりやったらやばいぞ。どうしよう。伸びてますね、ツボが。黒沢親番、このイーシャンテン、イーマンはチーしなかったですね、はい、一番形のいいところだからってことでしょうか。うん、サピーが縦に先にイーソーとなりました。シャーです。一枚入れ、大久保は仕掛けを入れていますが、まだ手の内が苦しいか。あ、ドラがローピンだからウーピン残したんですね、はい、あのイーソー残すと、はい、よくあるスッチーソーリャンソーの、うん、あの形としては、リャンソー見落としがちのやつですね。そうですね、形としては、はい、いい形になるんですが、はい、まあ、ドラの受けを重視したっていう。これはどうですか。これどうしますかね。でも役なしになっちゃう、それは嫌ですか。まあ、嫌なんですけど。おお、そう、ほう、あくまでもドラ受け重視で、チーソーが3枚入れ、スーソーが2枚見えだから、はい、スチーソーがあんまり良くない、はい、そんなに魅力感じないってことですね、はい、大久保さんはなかなか進まないですね、うん、天敗です。ただ役なしになってしまいました。そうですね、リャンウソー3ピン、それとも闇天して、どうしましょうね。はい、あ、転売取りませんでした。なるほど、大久保さん、え、大久保さんに嫌だってこと。そうですね、ウーピンが相当切りづらい、ウーピン3ピン両方とも相当切りづらいと思ったってことですね、はい、で黒沢さんもリャンソーが切りづらいと思ったので今ローマンを1回切ったんですが、はい、これでもう1回勝負形になったので、おですがまだ切らない、切りません。これだけ大久保さんちちょちゃんぱい捨ててるテンパイに見えるんですよね。実際結構バラバラなんですけどね。いや、いい感じになってます、ね、いや、いい感じのバラバラ感じです、ね、はい、はい、いや、トントンもちょっともう厳しいと思うんでしょうか。リャンマン切り、いいシャンテンキープ、はい、黒沢はまっすぐ攻めていれば天敗が入っていたんですね。リャンウーマン、なるほど、お、きたきた、リャンウーマン、まだ高いわ。
単品ドラ5800の天杯です。仕掛けの現物ですからね、はい、目立つところの現物なんで、はい、やめてにしたと、はい、セオリー通り。アキューピンは強いですか。アキューピン通ってるのか、どうなんだろう。アキューピンはそうですね、ちょっと強めの牌だと思いますね、うん。イシャンテン小島もイシャンテン、トントンもイシャンテン、まあ、あと黒沢さんはいざという時に降りるっていう選択肢もあるんでしょうね、はい、あとはあこれですね、ローピン振り替え、わ高くなった、怖い、単品ドラドラ、三品もきっと怖かった、へえ、いやこれは来てるわ。リアンマンどうですか、ありますか。リャンマンは2枚使われですね、場に1枚、あ、ね、リャンマンもないです、うん、はい、馬が残り1枚じゃ あんまり現実的ではなさそう、はい、つも場はないか。大久保天杯入りませんでした。ここはジーペン入り、これまた開けますね黒沢さんは、はい。もうこの一人テンパも大きいですよね、大きいですね。ここあとテンパ入るか、入らない。流局となります。黒沢またも焼きました。一人テンパ、次は単品ドラドラです。先ほどは薬杯ドラさん、ドン4局の日本馬、黒沢の連チャン中です。ドラが急走あ、手があんこです。今回は役割になるのはちょっと難しそうですか。今回は割と戦えそうな人がいっぱいいますね、うん。お、大久保さんは、はい、なんだろう、署名を見てってことですか。3万ローマンパーマンはなんちゃの大久保、この次ですね、釣りました、はい、あらちょっと単葉とかもあったんでね、はい、インピンとかもあったかなと思ったんですけど、はい、大きく行きましたね、はい、これで先ほども実らせてますからね、まあ、今回もあるんでしょうか。そうですね、確かにもう今の状況はかなり苦しい状況ですからね、大きい手上がれるなら上がりたいですよね。来た黒沢さんがイーシャンテン、うはあ、いいですよ、小島もイーシャンテン、3色あるよ、3色、3色、1,2,3,3色だ、はい。今回どうですかね、テンポ入った場合リーチに踏み込みますかね、黒沢。ああ行くかもしれないですね、うん、でもどうだろう、ああ行くんじゃないですか、はい、はい、行って良さそうですよね、はい、おー来た、大久保パーピンハンコにしています。おトントンも染めて、シャーを重ねた小島、あれこれまだありますね、何シャー1枚目ずつ、ペーが黒沢があんこです。あ、そうだった、ないないけど小寿司はないですね、はい、ヤクヤクでね、はい、お、すごい伸びる、すごいわ、え、こんな伸びることあります？シャンテン、ないこんな伸びることなかなか見たことない、あ、こんな伸びる、すごいですね、こっちもあっちもこっちもすごい伸びますね、いや、決まるかも、決まるかもしれないですね、黒沢のドラが急走だからパーソーも残すか考えてますね、はい、ここで馬切り、はい、頭を固定させます。6万は小島がイーシャンテン、きた、うん、イーシャンテン、リャングーマン、イーマン、チーマン、ゲマは泣けない、ね、はい、これも泣けない、テンパイ、
なんとシャアのシャンポン待ち役割なので闇手でも上がれますが、まあ、ドラが急走だからどうしましょう、シャアチャだからでもリーチもありますか、ここはリーチです、はい、踏み込みました小島優リーチ、なんとシャアのシャンポン待ち、これはでもありきそうですね、みんな来そうですよね、ただつまり出る、はい、嘘嘘現物どうなるか、東洋局日本版、ああ天敗じゃないじゃないね、じゃないちょっと広がった、ただ前ずすごい切られすぎてて、はい、あ天敗すごいすごい、じゃあスーピンユーピン3個だ、つまり3個、あスーピン現物だ、おやあでもないわスーピンは、ないわウーピンもないわ、ないんかい、あ天敗どうしよう、それはチーマンイーマンですね、そうですね、ウッパーマンが相当ないんだ、ウッパーマン2枚切れか、パーマンゴ、オーマイガー、あオーマイガー、オーマイガー、リャンペイコーだった今、リャンペイコーじゃないですねじゃないちょっとリャンペイコーではない、はい、さっきからリャンペイコー好きです、好き好きか、イースチーマンか、はい、今トントンさんのパーマンが薄いからイースチーマンの方に受けた、はい、イスチーマンか、ごめんなさい、これもすり抜けてますね、なんか、はい、あサブロピン真相、あでもイーピン2枚切れですよ、サブロピンにリーチなんですか、じゃああしないつもぎり、スーピンウーピンがねちょっと待ちとしてよく、はい、あサブロピン、みんなサブロピン、みんないろいろあったサブロピン、そしたらシャハナンが上がるかもな、上がるかもしれないね、はい、じゃあ2ピンピンないからね、はい、でイースチーマンはあるのかなうんと、もうほとんどイースチーマンもなさそうだな、ないでしょ、スーマンないでしょ、チーマンある、チーマンないでしょ、あチーマンないですね、ない、あここに来たら出ないんだな、じゃあ流局ですねこれも、そうですね、積もれば、うん、ダメか、いろいろありましたね、はい、ありました、事件がたくさんありすぎました、ありすぎましたね、これは数字間にしちゃうかな、これ嘘を切ってパーソギーリーチなんで、老朽層がかなり本線でも、あ通ってないわ、自分もウッパーマン上がり逃したから、はい、ただ行った行きました、通りますローンの声は出ませんでした、流局となります、難は山の中、ね、手開かれたらね、みんなごほうみたいな、すごい手だな3人転敗、いやみんなちょっと上がりがあったからちょっともったいなかったですね、ちょっと難しいとこでしたかね、リーチも入ってたし、うん、でも大久保さんのさプロピノがいいと思ったけどな、うん、どうなんですかね、スーピンウーピンが1枚ずつ切れちゃってるんで、はい、やっぱりちょっと上がりが現実的じゃなさそうかなと、はい、これで南流の3本馬ですね、南極3本馬強託が1本です、ドラリャンピン、もうここからはみんな落とせない親番と、はい、ちょっと苦しくないですか、だいぶ苦しい、これは1,2,3,4,5これは苦しい、8種、はい、いいですね、でも軽い、軽くしちゃダメってことですか、じゃあただまだ親分がある人は軽くするのもまあありっちゃありですよね、はい、あの例えば一人の親分を落とすことによってその人も上がり、はい、その人上がらなくなるわけじゃないですか、はい、だから3人麻雀、次は2人麻雀になると、うん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 、はい、だからそういう考え方もあるんで、軽くまあ軽く上がっちゃうのもありですよね、はい、あり、はい、まあ、みんなでとりあえず黒沢さん落としましょう作戦もありですし、どっちもありますよね、考え方によって、小島は早くもイーシャンテン、小島プロはリーチ打ってましたね、そうですね、はい、小島さんのはリーチで良かったんじゃないかなと思いますね、うん、はい、ドラを使いたいことは、おー、
ピンウーピン一番高い可能性を残しましたね。はい、初と初が入っての、まあ、3ピンとかでいいですね。満貫ですもんね。イーマンがドイツになりました。3ドイツ。黒さんも形は苦しいか。これで一メンツ。両面立つになりました。大久保大事な親番です。どんどんいいシャンテン親番ですが、が手配的には厳しい厳しい。なんとかテンパイクみたいですね。はい、小島さんはいい。ウーソーつもぎりは統一手も見てってことですね。はい、両ピン重なったら統一手の方チート打つとかを見るっていう。あ、そういうことなんですね。ですね。大久保難は切っていますが順切りとします。難痛いですね。痛い。3枚になっちゃったみたいな。こんな無駄相撲をしてる場合じゃないのに、辛い。来ました。馬したよ。いいシャンテン。いいんじゃないですか。妻が伸びて追いついてきてます。一番早くなりそうな雰囲気ですね。はい、イピンが縦に来ましたがドラは両ピンです。これで、ああいいそう。今のちょっと選択難しかったですね。はい、チート打ちにするっていうのもあったし、うん、まあ、手広いのはまあいいそうぎりですよね。はい、チート打ちにする場合は3万ってことですか。とかですかね。うん、あらこれはどうしましょう。バーマンか、うん、9万ぎり。一番手広いのは9万ぎりですか。はい、あーちょっと痛いか。でもまあいいそうぎりですか。いいそうでどうしましょう。イーソーを切るとくと、まあ広いですかね。はい、はい、あ、ドラを引いたのはトントンです。123がここになりました。3色もう現在終盤に入っているところ。白を打ち出していきました。トントン泣きません。ドラ天杯絶対欲しい。そうですね、難しいですね。はい、イーソーリアンズを切るのもあるし、ウーピン切るのもあるし、酸素よく見える。イーソーはもう2枚。そうですね、酸素よく見えるとウーピン切るかな。はい、リャンマンの方でした。3、なるほど、3万の方がよく見えないっていうことですか。それだけ酸素がよく見えるって。あ、でも実際3万ここにあんこですからね。リャンソーテンパイ闇点2ワンコまで見て、あ、123、はい、イースーソーテンパイ闇点。でもイーソーが3枚切れ。そっか、イースは大久保の元にあと1枚数層を残る。これイースでしょ。いやー、イースはトントンの上がり。三色ドラ1 5200の3本歯6100、供託1本、大久保親番宝珠に回って終わります。そうですね、大久保さんはこれで大物と依頼はちょっと上がりづらくなったと。はい、はい、どんどんもあそこは闇点なんですね。そうですね、イーソーが3枚見えていたのと、うん、まあ、あとは最後まであの、はい、E ピン残して3色の手作りしてたのが今見事でしたね。はい、これで何、あ、ごめんなさい、ちょっとや、なんでこっち来るんですか。ひどい、悪意、ひどい、悪意しかない。悪意しかない。2曲ドラが9ピンです。
小島の親番中、大久保は親番が終わってしまったので、ここから打点を作った手組みをしていくと。そうですね。で、小島さんも絶対この親番を落とせません。どうでしょうか、始まった時は 37.2 ポイント、最後黒沢が親番だとして、マンガンマンガンぐらいでどうですか。大久保さんですか。はい、マンガンマンガンは全然全然ダメか。ダメじゃないですかね。ハネマン、ハネマン。マンツも16、最後青山だとして、はい、うーん、黒沢沈めて、沈めて三着で、8、12、12、ちょっと届かないと思いますね。届かないか。多分。南岸湖の黒沢、ウーピーもあんこにします。現在難入中、難入局となっている。さあ、これはどちらは何を切るか。3ピン切りとなりました。うん、いい手ですね。はい、整っています。そして奥もチーピン、ゴロチの3色が見えますね。小島は絶対大事な親番となっている。漫画漫画届かないですね。ありがとうございます。漫画ハネマン届きそうですね。まだじゃあ全然夢があります。あ、先輩、しかも全然出上がり可能。ローピン、リャンマン、ツモアバ、サンアンコ、イシャンテン、形重視ならパーワンか三ワン蹴りで、はい、テンパイ系重視なら、あ、テンパイ優勢なら三ピン、リャンピン、テンパイ優勢なら三ピン、リャンピン、はい、今の形だとイースピン引きでいい形でリーチが打てるということで、はい、3ワン、あの型最終形重視で3ワン切りましたね。はい、3ワン残していきます。ローソーあんこになったのは大久保です。ローソーあんこ、あ、もう全然違いますね。ローソーあんこ、ローソーは1枚しかない。ローソーは1枚でしたね。1面つ完成です。ゴロチを見たいですね、これは、はい、明確に打点が欲しいってことは、はい、まあとりあえず一品統一落としのお茶煮干しで、うん、まあチュンあんこでもやっぱりゴロチが見たいですかね。マンガンは欲しいですね。テンパイです。マンガンハネマンですからね。欲しい。2品3品。さあ、このリーチが入って黒沢はどうでしょうか。押しづらいでしょうか、親にはさすがに。そうですね、形がもうちょっと良ければ完全だったら。あ、押してきましたね。押してるわ、うん、やっぱ自分で決めないとダメって思ってるところですね。だってドラも見えてないですよ、はい、そうですね、まあ、小島さんは降りてほしいと思ってのリーチなので、はいはい、これはローピン切りとかになりますか。ピン図が高い。ウッパーピンは自分で4枚持ちちょっと切りづらい。何もありますよ。やめるんなら何ですね。じゃあここは考えた黒沢、先ほどはイースをバシッと切っていきました。現在テンパイ何回押すかっていうところですよね。結構有利な状況なんで、まあ、押さなくてもそうですよね、勝ち上がる可能性はあると。降りるなら何か、親のリーチが入っている。ドラの所在はわからない。現在トップ目、これを打ったら結構苦しいが、パーピー勝負していった。すごい、いや、やっぱかっこいいです、うん、この勝負感。ローピンとリャンマンのシャンポン待ちです。黒沢先、今ウーピンポンとかもありましたけどね。やないか。ウーピンポンをしてローピン切ってスチーピン、そっかそっか。そしてトントンがペン3ピンのテンパイです。白ドラドラ、本当だ、これは上がりますね。トントンさんは、はい、パーソはちょっと切りやすい。黒沢がブンブン来ています。リャンマンローピン、こちらはペン3ピン、こうブンブン来られると嫌ですよね。嫌です。リーチ打った小島さん降りてよって思いますね。ですよね。積もった小島、ここは嬉しい上がりとなりました。リーズモドラ1 2000オールです。
小島の上がりとなりましたが、黒沢のいやね、スレスレのとこでしたね。はい、三品ね、トントンさんもツモハイだったし。そうですね、さあ何曲の一本は小島親番をつなげます。そうですね、トントンさんはリーチしてなかったからツモドラドラ、え、あ、リーチ、あの、積もんないと上がれない形でしたかね、確か役がなかった。あ、あれですね、トントンですね。はい、トントンさん、あ、白あんこ、あ、白あんこ、白あんこ、そうかドラドラ、そうかそうか、じゃあ上がれるか。ドラが吸うそう。あ、並びシャンポンは結構上がれるんですよねとなんかそういうの聞いたことありますね。いや、私もそれ昔大好きで、はい、並びシャンポンは上がれるっていう理論、はい、超好きで、はい、超リーチかけてたんですけど、はい、なんかなんだろう、都市伝説みたいな感じで筋トイツ上がれるみたいなやつですよねちょっと私未だによくやってますあ、まあ私も嫌いじゃないです、はい、けど今どうせ古橋さんが言ったんですよね。あ、ここに、あ、書かれてた、あ、書かれてた、ごめんなさい。古橋さんも好きなんですかね、わかんない、なんか古橋さんがいたのかなと思ってさあ、南賀統一は大久保です。ただ大久保は打点が必要でしょうか。あと、はい、チートイツの55677みたいなやつの6で待つと上がりやすいとか、はい、え、55677間に挟んでます、そうとか結構よく、そうなんですね、言いますね。ちょっと今度使います、うん、いや理論的にはなちょっとそれをなんでかじゃ説明してって言われたらちょっと説明しづらいですけど、はい、とかもよく言う方多いですね。はい、はい、ちょっとそこら辺もね見ていきましょう、うん、数字統一が上がれるはちょっとそれが一番わかんないんですけどなんでなんですかね、数字統一上がれるのは。それは聞きますね、はい、上がれるっていうのはね、55677と並びシャンポンが上がりやすいはちょっとわかるんですよ、はい、その周りが使いにくいじゃないですか、他の人からすると、はい、わかるんですけど、うん、トントンさんはチートイツのいいシャンテン、はい、並びシャンポンの上がり率 78% って本当、いやそれはそうですねすごいな。いや、スジトイツはでも結構言う人いますよ、はい、別にあの一人の方だけで言ってるわけじゃなくて、はい、結構聞きました、結構言う人いますよね、うん、あ、これなんか悩むつも来ちゃいましたね。さあ、そう引き入れたのはトントンです。うーん、メンツセリカかトイツセリカか、ドラは1枚なんですよね、まだ。サーソーは表示牌、サーソーをつもぎってのチートイツイシャンテン取ります。これはだいぶチートイツにしましたね、はい、サーソーは2枚見えました。まだ数アンコの可能性は捨てないっていう、うん、あ、そうか、数アンコもあるんですもんね、うん、小島さんは3色かなり見てますが、どうでしょう、そろそろ。こちらの手リアンソン2枚入れなので、あ、3枚入れとなりました。打ち出していきます。はい、大久保は3を縦にして4と1、キャンピン切りとなる。まあ、そろそろ見切りますか。3色テンパイ必要ですもんね。見切りました、はい、いつも甲立てを狙う小島ですが、ここは急走切り。トントンさんもチートイツに1点絞ったぞ。はい、パーマン、パーマンは1枚切れです。リアンソーチースは切り出しています。黒沢さんはどこまで押せるかっていう感じですかね、はい、3層入れ替えました。大久保さんはちょっと、そうですね、まあとりあえず満貫は欲しい。リーチタンヤオツモドラとかですかね、とかですかね、うん、3ピンですか、両ピンが振り点なんだ、なので1ピン、天敗重視ってことですね、はい、はい、もう天敗取らないと負けが確定、ほぼ
確定してしまうみたいな状況なので、うん、親分落ちてしまうと厳しいです、はい、そんなこともないか。31,400点、はい、でテンパイ重視で今テンパイ取りに来ましたね。ヤンピーの地、あーただ黒沢が仕掛け返してきた、うん、ここは狙いどころということですか。親が泣いたから、いやこれもやっぱり曲をなるべく流したいっていう意思ですよね、うん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 、ドラドラ、はい、キューピン、じゃあ遅すぎるか。キューピンちょっと遅いと思いますね、はい、テンパイ重視で考えるんだったら、うん、まあ、これが一番テンパイ取りやすいですね。スーソーが紡ぎられました。トントンはどうするか。チートイツイシャンテンスーソーを合わせていきます。スーソーを見て、まあ、ほぼテンパイでやろうと思うので、はい、今どうしようか悩んでる感じですね、はい、まあ、ローピンは結構通りそうですけど、うん、どうしますか。チーピンが4枚目、まあ、一応シャーかなって感じですか、はい、テンパイが入れば打ち出すんでしょうかね。そうですね。さあ大久保は小島の神茶、別に大久保は連チャンしていただくのはありがたいですもんね。曲が一曲なくなってしまうより、ね、はい、さあテンパイです。役なしのカンチーマン、まあ、ただ大久保さんもなるべくテンパイは取りたいですからね、はい、テンパった、テンパりました。ウーピン白のシャンパ待ち、白だと出上がりができます。白いる、あーなんでなんでこれは切ないですだ。いやいや、これはでも黒沢さんがお見事、素晴らしいですね、はい、素晴らしい。白ドライ1000点、はい、2300の上がり、黒沢自分で決めに行くと意思がこもっています、うんうん、お見事、はい、あーかっこいい表情が、小島さんもね、景色テンパイ取りに行く判断すごく いいタイミングだったんですけどね、はい、まあもう黒沢さんがお見事しか言いようがないです ね、はい、さあこれで小島の親が終わります。南三曲トントンの親番、ドラがパーソーです。さあ小島も大久保も親番がなくなってしまいました、うん、始まった時は大久保が 37.2 差、小島が 41.7 差、現状は黒沢がトップ目の 34,200 点、2人は沈んだ状況です。ここで羽マン上がったら3万4万1000点、そうですね、小島さんもやっぱり羽マンぐらいとりあえず欲しい、はい、とこですかね。ワンガンワンツも2回だと足りないんじゃないかな、うん、足りなそうですね。どうだろう、あ、一人浮きになるか、ん足りるかも、んマンツもマンツもすれば一人浮きだ、それで12ポイント、でも黒沢さんが2着目沈み、2着だから13ポイント、足りない足りない、うん、じゃあここでマンガン最後跳ねつもとかにしたら黒沢さんが、あ、それ足りそうですね、はい、はい、お、大久保がテンパイですが、どうしよう、染めます、染めますかね、はい、大久保さんは打点がちょっと必要ですね、はい、イーソーがあんこになった小島です。ソーズの本質か、トントンは親番レンちゃんです。レンちゃんをしたいところです。の本質か、国士もあるか、まあ、今やっぱりこうなると、まあ、大久保さんも小島さんも大きな手を作らないといけないので、はい、あのトントンさんと黒沢さんの、まあ、2人勝負に今の地点だとなりがちっていう感じですよね、はいはい、だから黒沢さんも、まあ、自分で終わらせられればかなり、そうですね、はい、なんで今終わらせに行くためにパスを切りましたね。抜かりないですね、うん、ドラを合わせる大久保、いや強いと思いますよ、はい、こうやっぱり今のパースを打たれる側としてはすごく嫌なんですよ、うん、トントンさんとしては、うん、パースを抱えて、はい、あの上がりに向かわないでもらえれば自分の親番連チャンできる可能性高くないじゃないですか、うん、あ、ただ追いつく可能性が一
123になりそうしかも。はい、イーシャンテンです。123、3色イーシャンテン。黒沢さんもイーシャンテン、デビロイ形のイーシャンテンか。何が重なったのは小島本一、本一役杯ドラでマンツもさらに広くなったなっております。カニャピ引き入れたがダメ、これはちょっとね、今はもうダメなんです、はい、いや捨てはちょっとね、はい、楽させちゃいますからね。ただ、はい、はい、今日勝ったら来季の大川Aリーグとなります。はい、一人のみとなります。黒沢さんは A に復帰ですよね。はい、C まで落ちましたけど、 C からトンって上がることになりますね。はい、A リーグに復活、はい、イース地層、地層強いかな。ただイースがないんですよね。あ、ダメだ、イースが小島の高めがない。さあこのリアンマン微妙かな、どうですか。これはちょっといけないかな。まあウーマン引っ張られてる牌なんで、はい、カリアマンもまあ時差入り目ですしありますよね。はい、3色ありますね。まあ、ここは戦わなくても良さそうですけどね。無理してただ降りる牌もないのか。ない、ジャイク全然ない、ジャイクみたいな感じですか。イーピンがワンチャンス、チーピンがノーチャンス、うん、うんうん、ウーピンは自分から。お、大久保は天敗ですね。チーマンペイ、チーマンペイ、チーマンないペイない。え、ここマンガンがあって最後にあの、いやチーマンとペイがない順から、あ、これあ、ヤンペコ、あ、今度こそヤンペコ決まります。今度こそヤンペコだ。ロケマン、あ、でもロマンがない。あ、ロマンない、もう目に見えてない。なさっきからないのばっかり。でもこれでもマンガン、9万でもマンガン、9万でもイーペコがついてマンガンです。黒沢さんから、あ、黒沢さんから出たら、あ、いや、あ、出ない、出ない。え、現物じゃなかったっけ。現物ですよ。出ないの、スーピンが強いから。いや、あ、ま、強くないか。いや、で、ついてるんじゃないですか。多分警戒してますよね、お子さん。本当に。え、9問出たらどうなっちゃうの。え、出ちゃいますよ。え、出ちゃいますよね。あ、出ない、出ないんだ、マジで出ない。え、何、これ何、積もった、積もった、積もりますか。積もりましょうか。積もって次半値積も条件かな、うん、考えてる。あれ、積もります。あ、これ半値も、あ、いや、ここはマンガンですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ピンフもつくんで半値マンですね。3000、6000の積まがりです。ちょっとオーラス、これでオーラスとなるんですが、ちょっと待って、皆さんの条件計算をしていきましょう。3000、6000のつまがりです。まあ、羽つも絶対大丈夫。はい、本一もついて、あ、本一いいペーコー、ピンフもつきます。今の点数上に出てるやつですかね。はい、9.6。 あ、ここから変わるのかな。あ、変わりませんね、このままですね。黒沢が 38.4 で、あと追いかける大久保が 9.6、 その差が28.8 で、黒沢さん沈めると、はい、 28.8 で羽根マン積もると、65.0。あ、ダメだな、ダメか。大久保一人浮きになって羽、あ、違う、羽つも、うん、羽つもでクロスさん2着ですよね。羽つもダメだな、2着です。羽つもだと、ん、羽つも18ポイント10.8で30ポイント31ポイント、あ、ん、ダメだ、4.4 35.4ポイント。あ、足りません、え、足りました、ん、ちょっと待って、あ、ダメだダメだ、私違いました、足りないですよね、この現状からプラスしてました。35.4足りないわ、多分倍つも1.8ポイント足りない。
直撃だと羽チョックかな、満直すると、満直8、16でラスになるから倍つもですね。まず大久保は倍つもの満直でどうかというのを計算していただいております。満直大丈夫、満直大丈夫、満直倍つも、満直倍つも、大久保の条件は倍つもか黒沢への黒沢からの満直、満眼直撃、はい、64かどうかというのも計算してみます。満直は OK、 あー64ね、はい、64、ちょっと待ってくださいね。そして小島とトントンも 58.8、66.0 と現状差が開いています。薬満つもで、薬満つもは多分、OK、絶対大丈夫なはず。薬つもくらいかな、じゃ薬つもくらい、 3倍満かどうかはちょっと、64が12、ちょっとこの画面じゃなくて点数の画面を出してほしい。64直ぴったり同点です、ね、ぴったり同点の場合は機種順位だから黒沢さん、黒沢さんだ、Cリーグ1位の大久保さんと黒沢さん、はい、Bリーグの5位なんで、はい、でしたということですね、はい、バイツも満直、うん、出上がりは、出上がりは3倍満とか、いや役満じゃなきゃいけないんじゃないですか、3倍満、今 28.8 差だから、はい、役満、役満だですね、はい、でお二人も役満ぐらいかな、役満出上がりすればどっからでも、うん、どうだろう、ちょっと53出上がり32,000、うん、ダメだな、トントンさん役満出上がりだと 53.9 差最初にあるんで、はい、場所次第になっちゃうんでダメですね。小島も役満出上がりちゃダメそうですね、ダメそうですね、 41.7、はい、でトップになっても役つもですか、はいですね、うん、はい、場所と役満つも、うん、はいですね。改めまして大久保が倍満つも上がりか黒沢への満眼直撃、うん、他の2人からだと役満となりますね、うん、はい、結構厳しい条件ではありますね。そうですね、なんでも黒沢さんはまあおそらく、はい、天敗は組まない可能性が高いかなと、はい、よっぽどいい手じゃないかと。さあ始まりました、はい、最終入れ替え戦も最終のオーラスとなります。黒沢先が現在1位、あと追いかけるのが大久保、そして小島トントンです。ドラがローピン、黒沢はもう絶対伏せる、あーこれはもう折りの手になりましたね、はい、もう行く手じゃないですね、一目ずはありますが、はい、崩してきますね、崩していきます。まああのほとんど大久保さんだけ気をつければいいので、はい、大久保さんへの直撃、はい、マンガン直撃だけ気をつけてれば大丈夫かなと。どうですか、マンガン見えます、想像で染めちゃう、うん、ねえ、もしくは縦かな、縦倍つもか満直、あの満直もね厳しいですもんね、満直もちょっとリーチしないと、うん、ダメだからやっぱ想像で染めちゃいますか、はい、もしくは数アンコウとか、はい、あー数アンコウだ、数アンコウありますね、ありますわ、ローソー3品白、ここの大逆転したらすごいですね、うん、小島さんもまあここは国士みたいな感じですね、はい、トントン国士、小島も中テンポを切り出しています。リャンマー、リャンマーが重なりました、まあリャンマーはちょっと拾えないからしょうがないかな、想図見つつそうですっていう感じになりますもんね、想図見つつ、うん、スナンコみたいな、これでシャーかなんかみたいな感じですか、急走かシャーかなんか、もう地合いもよくわかんないですからね、でもまあ鎮痛まであるんで、はいはい、シャーかなんかの方がいいかなと、はい、うん、どうなるんでしょうか、黒沢がチートイチのイーシャンテンですが、
そうですね、一応念のために天杯を取っておくってのはありですよね、はい、まあ、ただ上がるかどうかは微妙なところですよね、うん、まあ、できればあの大久保さんの現物は取っておきたいですよね。取っておきたいです、はい、ウーマンが現状ありますね。統一で持っています。はい、黒沢さん、9600のだったら上がりたいんですけど、はい、2400で連チャンかって。お、スーアンコーだ。これはスーアンコーですね。ローソー白、え、ありますよ。で、重なりそうな範囲を今残せと、はい、ローソーも白も残ってます。言いそうはないから言いそう切りたいですね。もうスーマン、ウーピン2人を見てるんで、ちょっと、まあ、山読みはもう相当しづらいんですよね。2人プラス黒沢さんも多分まあ降りでしょうって思うともう読めないですね、はい、ちょっと端っこの方がないこ、うんうんうん、パターンのが、あ、テンパった。好き、あ、まあ、上がるか。この順目なら上がります。どうしますかね。ただローソン残しすぎるとちょっと怖いですね。当たり牌になっちゃうかもしれない、うんうん、トイトイ3アンコで難しいですね、これテンパ入っちゃうと。ああ、缶だ、缶ですね、これは、うん、役はバレバレになりますが、うーん、直撃に狙いたいからキルもあるのか、うん、ま、缶でいいような気もしますけどね、はい、缶します、はい、このルール缶ドラは増えません。三品を暗冠した大久保。あ、びっくりした、消えたかと思った。ちょっと赤いのが見えちゃいました。はい、白がここに来ました。あ、あ、ただ言いそうはないんだよ な。でもでもでもまだ分かりませんね。ローソーがある、ローソーと白がある、あるんです。お、白1枚、ローソー1枚あるんです。 しかも直撃だったら OK だから。あ、本当だ、天杯さえしちゃえばある可能性ですね。はい、満直か倍積も。現在大久保がスーアンコンのイーシャンテン、3品のアンカンを入れています。ドラを残した。あるよ、ありますね。ところで3万、あ、上がった。ここは好判断じゃないですか。そうですね、好判断ですね、これは。はい、G統一ツモ、1600ホールです、うん、さあ大久保がスーアンコンのイーシャンテンまで来ていましたが、黒沢が1600ホールは相当苦しくなっちゃう気がしますね。これでまた条件が変わりそうです。これ満直絶対ダメですね。うん、羽根直、羽直だ。いや、羽直も微妙。羽も直撃してもラスになりますね。いや、2着ですよね。え、1万2000ですよね。1万2000、2万4000、ラスになりますね、うんうんうん、あ、羽直大丈夫そう。羽直、羽直大丈夫そう。条件が満直から羽直に、倍積も、積もだと、さっきが倍積もだから、ここ打たなくていいんでポイント画面出してくれた方が計算しやすいんですけど、はい、羽直はまあ大丈夫なんですけど、倍積も、倍、はい、ありがとうございます。倍積も、倍積もダメっぽいな、パッと見。現状 43.2 ポイント、3倍満積もで3万2000、8、1、16、全然ダメだな、倍積も多分。30、え、これ3倍満積もでもダメじゃないか。3倍満積もダメですね。ダメですね、羽直役満積もですね。役積もか、羽直は OK。 はい、2人は、役満積も多分 OK ですね、はい、あ、トントンさん、うん、多分大丈夫だと思うんだけど、53.9。え、取り積もいける？あ、
取り詰めいける6000、1万2000あ、楽勝。現状43ポイントで35ポイント上に行くプラス順位点が36。ああ確かにいける、うん、36と順位点で12-1だから、はい、あ、いけますね。取り積もか。はい、取り積もです、はい、お待たせしました。3倍満積も、はい、3倍満積も羽直か3倍満積もという条件に変わったのが大久保です、ね、結構厳しいですけどさっきも見せてくれましたからね。そうですね、ちょっと夢ありましたからね、はい、まだまだまだ分かりません、はい、見ていきましょう、はい、さあオーラス一本場黒沢連チャン中。さすがに黒沢さんも、はい、あのウィニングロードじゃないですけど、はい、のつもりで、まあ、もう上がらないんじゃないかなと思いますね、うんうん、条件的にも。さあ黒沢の手です。ここはイーマンから。大久保横、いやー国士、国士かな、国士かな、国士か、はい、うん、国士、あ、あ、シャーからどうします。じゃあ何にしましょうね。羽直だけ見て、純ちゃん三色、うん、でもドラも数層ですしね。何しましょうね、うん、む難しい、無理ですねうん、そうですね、どうしましょうね。まあトントンさんはまあ、また国士か小寿司か、はい、小島も、うん、縦かどうなんでしょうか。トンペイ統一、サンピーも統一、トントンです。まあ、黒沢さんこういう時はやっぱりもう端牌の方が危なくなるんで、はい、おそらく端牌はあんまり残さないんじゃないかなと思います。やっぱ高打点が必要な選手が集まったらこう端牌は先に切ってた方がいいっていうことですか。そうですね、まあ、国士しか狙ってないような人たちが多かったらって感じですよね、はいはい。まあ、ポンさせるのもその役満だと例えば第三元とかもあるので、うん、そういう牌もまあ切らなくていいなら切らないみたいな感じになりそうですね。この羽直で3倍満積もが条件の大久保が普通の捨て牌をしてるじゃないですか、はい、シャーペイチューンシャーなんて。そうすね、何だろうと思いません。ちょっと何だろうと思いますね、うん、ちょっとでもまあ大久保さんはちょっとハイパイ見て厳しいと思ってって感じですかね、はい、まあそれでも一応国士見てもよかったとは思いますけどね、はい、うん、怖いですよね普通に。そうですね、普通の捨て牌みたいな、やめて怖いんだけどって思っちゃいます、自分だったら。ドラを持ってきましたがもう打点がね決められています。はい、黒沢さん手がなんか数分項、こっちが数分項、まあ、数分項上がったらもうなんか確定なんで、うん、上がったら上がるでしょうね、はい、はい、ウィニングランか、ウィニングランになりそうですか、はい。いやでも黒沢徹底して最後まで戦いましたね本当に。そうですね、はい、怖い場面いっぱいありましたけどね、行きづらいなとか、小島さんの親リーチとかね、はい、やっぱりもうなんか強さを見せつけられたって感じですね、うんうん、強かったですね、強かったです。まだちょっと決まってないですけど、決まってないですけど、はい、もうかなりかなり濃厚になりましたね、はい、これでまたスワンコ上がるかもしれないですけどね、はい、上がったらもう条件ないですもんね。上がったらちょっと条件他なくなっちゃうんで上がった方がいいと思いますけど、はい、さあ現在10番もうオーラスです。まあもうそろそろ降りるんじゃないですかね、はい、1位勝ち上がれば来季の A リーグ、現状だと黒沢が、まだパーピン
三者も厳しいです。はい。トントンさん一応国士まだあります？白と九層と初？初ですね。パッと見なんかまだ一応ありそうな。あ、九層ありますね。初も一枚ある。いや、あと何回で転廃すればいいんだ。いや、もう無理か。もうダメかな。次かな。1、2、3、4。あと1、2。あ、厳しいな。あ、そうですね。さ、今ので最後に転廃入れて、うん、有効杯も取るためでしたね、はい、じゃあこれでもう決まりですね。はい、あと少しとなりました。さあ、ウィニングランです、うん、はい、まずは小島、そしてトントン、はい、黒沢。いや、お見事でしたね。戦いっぷりが素晴らしかった、うん、これで流局です。見事な勝ち上がりを決めました、はい、女流王会で回戦勝ち上がったのは黒沢咲プロ、おめでとうございます。おめでとうございます。来期の A リーグに昇級となります。はい、いや、この後選手を呼びしてインタビューをしていきます。はい、まずは 3人からですかね。3人呼ぶので、はい、何人か、これいる。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。まずは3人の選手を呼びしてインタビューしていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。トントンプロ、そして大久保プロ、小島プロにお越しいただきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはトントンプロからお話聞いていきたいと思います。はい、本日戦ってみて4戦いかがでしたでしょうか。そうですね、はい、一応本当にやれることは全部やったっていうのは、はい、まあ、なんだろう、負けて悔しいっていうのはありますけど、うん、ただ咲さんやっぱり強いので、うん、本命だというふうに考えてたし、まあ、参りましたと、うん、でただ、やれることやったんで、はい、なんかすごくなんか泣きべそかくぐらいに、はい、なんか悔しい思いは、まあ、ちょっと今してないというか、うん、清々しい負け方をしたかなって、はい、まあ9ピン打ったところというよりも、はい、その前の、ドラガトンの時からドラガトン、はい、で親で、ピン不三色高め三色の相撲で小島さんがリーチ入って、はい、そこでリーチ負けじゃなくて、うん、咲さんが上がった瞬間に、うん、ちょっとやっぱグラッときたんですよね。でグラッときて、その後ちょっと油断したかな、うん、油断油断というか、うん、あ、やられたっていう、正直ちょっとグラッと起きてしまったわけですね、はいはい、そこが敗因かなというふうに考えてます。あの女流王家では、はい、入れ替え戦残れたらという感じで、はい、ちょうど入れ替え戦に、あ、そうです、そうですね、はい、そうですね。あの時は家で見ていたんですか。いや、正直見てなくて、はい、普通に仕事してて、はい、が終わったら、はい、ちょっと見てる知り合いから、うん、頑張れよって言って、ね、お、これ来た、あ、来たかと思って、そうですね、はい、そうですね、っていうので、まあでもチャンスいただけて、はい、さきさんと戦えて、まあ、皆さんも含めて、よかったなと思ってます。はい、ありがとうございます。ございます。そして大久保プロ。
本日入れ替え戦4戦戦ってみていかがでしたでしょうか。ちょっと1回目と2回目に大きくマイナスしすぎたかなって思って、はい、うん、そこは反省点で次に生かせたらなと思います。あのでも攻めっぷりっていうのはもうすごいなと、いつも通りの久保さんなのかなというのは思ったんですけど、す、ね、緊張もせずに麻雀自体はまあ自分らしい麻雀でこう、はい、攻める麻雀で良かったかなと思うんですけど、はい、やっぱ勝ちきれないところをやっぱ修正しなきゃいけないのかなっていう感じです、うん、あのすごいなと感じたのは3回戦のトーン4曲ですよね。4戦8戦のつま上がりになった曲なんですけど、一スマのテンパイを取らずにパッパッとその時も早い打牌で3万リャンマン嫌っていって、はい、あれ3個ついて漫画見えるんで、うん、取っちゃうのも全然ありなのかなと思ったんですけど、自身の中ではそれよりも高打点もと、そうですね、高打点とあと第3ゲームもいけたらいいなっていうのと、うん、両方点両方いい方に取りました、うん、心の中でも決めてたのですぐ迷わず払いました。その迷いのない打牌っていうのがまたすごいですよね。そうですね、いつも迷いなく打ってるのがなんか相手からすると分かりづらいと思うんで、はい、すごい良さだと思うんで頑張ってください。あ、ありがとうございます、すいませんそして小島プロ本日対局4班ちゃん戦っていかがでしたでしょうか。なんか全体的に、はい、覚悟を決めてきたつもりだったんですけど、うん、ちょっと弱かったなと思いましたね。最初のこう戦ってみて、うん、どうですかね、緊張感とかありましたか。緊張もしてて、うん、その結構上がり逃しとかもあったし、パティシューそこにあるんだよ、ありがとう、うん、ちょっと、うん、お疲れ様、今年勝てなかったので、うん、ちょっともっと勉強して頑張る、うん、もういいとこもたくさんあって、このやっぱ打点を狙う、高打点を狙う優さんらしいじっくりたくさんありましたよね。やってやる気持ちでいっぱいですと自己 PR していただきました。やっぱね、その気持ちが強いだけにこの時はね悔しいなとは思いますが、ちょっと私も戻ってきちゃった、ね、ぜひまたここにも戻ってきてほしいと思います。ありがとうね皆さんも来季も頑張りましょう、はい、頑張ります、ね、なんちゃんも頑張って私やばいです、ね、ちょっとねリーグ戦ももう攻撃しそうで、ね、リーグに落ちてしまうそうなんで頑張りたいと思います。はい、皆さんいい対局本当にありがとうございました。お疲れ様でした。最後は優勝者の黒沢プロですね。ちょっと急いでます、お疲れ様でした。おめでとうございます。黒沢プロにお越しいただきました。改めまして、第13期入れ替え戦、1位を獲得したのは黒沢咲プロです。おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、まず本日4回戦戦ってみて、お気持ちお聞かせください。そうですね、はい、実は、最終節の時に、はい、もうほぼ昇級だろうって言われるぐらいポイントを持っていて、うんうん、そこからちょっと3回ひどいことになってしまって、はい、で4回戦目で目が覚めたように急に上がり始めて、オーラスしてれば昇級っていうことだったんですね。なんですけれども漫画上がられると変わっちゃうっていう状態で、で、あのですね、高宮さんがですね、はい、羽満条件だったんで、はい、バシンバシンって言って、うん、漫画に横移動して私1000点変わられちゃったんですよ、うん、それで私は入れ替え戦に落ちて、高宮さんは入れ替え戦から落ちたみたいな、なんか2人でこうスライドしてしまってドーンってなったんですけれど、まあその道中の戦い方が本当最終日あまりにもひどかったので、これはちょっとあの試練というか与えられたなと思いまして、なので今日かなり気合を入れて臨んだので、あの勝てて本当に
嬉しいです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。谷プロもめちゃくちゃかっこいい。いや今日ここも好きなくて、はい、もうめちゃくちゃすごい、珍しい、 いやめちゃくちゃ強くて、いや正直こんな人とやりたくないと思ってたけど、いやでも本当に強くてもうパーフェクトでした。あの最後の推しとかも全部含めて、なかなか行きづらいですよね。最初から最後までもパーフェクトでしたもん、はい、親の臨時にもう絶対勝つべき麻雀を打ってました、ねはい、なんかもう上谷さんに褒められると本当嬉しい。なんだろう、中年上がりたかったです。中年、そう、中年ちょっと普段なら見逃すんだけどそんなことやってる麻雀はい、中年、はい、ありましたからね。まだそう、2枚ありました。2枚あったか、直前に1枚ね切られて、1枚だった、あ1枚だった気がします。2枚川にね打たれしたけど、でも前の時はちょっとうっかり違うの切っちゃって中連転敗しなかったんですけど、はい、今回は、はい、わあまた張ったと思って、中連の方にちょっとドキドキはしてましたけど、はい、でもあの羽マンがすごく大きかったの で、はい、良かったです。ありがとうございます。皆さん質問はないですか、黒沢さんに。完璧でしたもんね、うん、もうパーフェクトですよね、うん、最初から最後まで。いやもうなんかどうやって戻せないなって思いました。もうあれ、あの黒沢さんに勝つのはちょっと不可能ですね、うんはい、ってぐらい強かったです。なんかないんですか、 ここになんかないのかなって言ったら、まずいこう差し入れとかをあげたら黒沢さんの調子が下がるんじゃないですか。食べ物をまずいもの食べさせたらいい一気にあのテンション下がるからそれですね、はい、今日はちょっと美味しそうな海鮮丼を自分で買ってきて、はいはい、もりもり食べてからピシャに臨みました。、はい、じゃあ私も海鮮丼食べます。あぜひ、はい、おすすめです、はいはいはい、おめでとうございます。ありがとうございました。入れ替え戦勝ち上がったのは黒沢咲プロでした、はい、来季から A リーグに昇級と、また A リーグでの活躍を楽しみにしています。ありがとうございます。そして本日1日大谷プロ解説をお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回ですね、上流岡プレオフとなります。プレオフのまずは大谷プロがいる A 卓ですね、はい、清水香織プロ、泉幸子プロ、斉藤理恵プロ、魚谷由美プロです。実況私で、解説が山田博之プロでお届けいたします。続きまして連日でプレオフ B 卓が行われますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。はい、本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。おめでとうございます。おめでとうございます。